はい、お待たせいたしました。ゆかふじらい争奪、麻雀女流リーグ2019西日本名古屋第2節、本日の最終戦をお届けしてまいりたいと思います。それでは、最終戦出場チームの皆さんを紹介してまいりたいと思います。まずは、地上になりましたのが麻雀広場チームです。よろしくお願いします。お願いします。ちいちゃ？ちいちゃなんですね。ちいちゃ、あ、全然そういう意味じゃないです。ちいちゃです。はい、ちいちゃです。はい。まずは前回、タカさん、はい、惜しかったですね。惜しかったですね。聞きました、いろいろと。いや、一品が3枚ぐらいいたって。あ、2枚でしたか、失礼しました。はい、いい結構上がれそうな感じだったんですよね。ごめんなさい、が切れたのに、すいませんでした。あれ、打ってる最中に、あ、やっちゃったみたいな感じになったんですか。打った時に、あ、って思いました。すいません、切れたやん。結構引きずってない感じで、そのあ、本当ですか。あ、兄貴がすごい目してこっちはカキフライ、カキフライ兄貴がね、めっちゃ見てますけど。仕上がったことないんですよ。あ、え、それも珍しいですね。あんまり。ちょっと前になってしまいました。なるほど。しょうがないね。しょうがない。そんなこともあるんですね。うん、そう。まあ、これでトータルポイントが 63.6、まあ現状2番手ということですが。まあ、トップ取れば目標の100ポイントとなりますが、さあ最終戦は、はい、もう抑えてます、ね、はい、私行きます。はい、どうですか今まで見てて。楽しかったですね。でも自分がそうやって楽しいのをちょっとお見せできるかちょっとわからないんですけど、はい、楽しみたいと思います。なるほど、はい、わかりました。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、麻雀広場さんの告知の方よろしくお願いいたします。はい、麻雀広場は三重県四日市市に新所にございます。駐車場も30台完備しておりますので、お車でお越しの方もお越しいただきやすいので遊びに来てください。で、毎月高橋由紀プロゲスト来店来ていただいております。次は24日土曜日12時からとなっております。ぜひお越しください。そして、はい、次は私ですね、25日26日と出勤してますので、皆様広場に来てください。私も22、23今週出勤します。ゆかふじのお話などをさせてください。お待ちしてます。いいですね、うん、ぜひここでも話題になるような一度、はい、頑張ります。逆にならないように、悪い方向にならないように。あれやっちゃったねみたいな感じでね。なんか私ちょっとね、そういうところあるんで、ちょっと気をつけたいと思います。わかりました、よろしくお願いいたします。ではおさらいさん会場の方にご用意願います。はい、続きましてなんちゃですね、ひまわりチームです。はい、よろしくお願いします。お願いします。本日最終戦でございます。はい、まずは中野さん。どんな感じでした？そうですね、ちょっと中途半端な曲が全体的に自分の中で多かったかなっていう印象があって、オーラスとかも、はい、もう2枚目のカンチ、あ、チーソーとか、カンチーソーチーソーで金メダルに打つもらったらちょっといけてたんですけど、うんうん、ちょっと迷って泣けず、ちょっと自分の中で、うん、全体的に中途半端な曲が多かった。なんか思い切りいけるとか、まあ、降りるだったら降りるみたいなのが、うん、なかなかちょっとブレちゃうというか、迷うような感じが多かったんですね。ちょっと中途半端だったかなって反省してます。さあ、しかし、家計は火の車になりつつあります。そうですね、はい、マイナス 113.9 ということで、はい、なんとかね、いい形で最終戦締めて、次につなげたいですね。はい、で、どっちが、まあ、さっきちょっと話し合って、はい、もう一回チャンスをくださいと。大園さん。はい。私が出る予定だったんですけど、ちょっと、頼むと。おー、いいっすね。そういうのが、なんか勝負師向いてる感じがしますけどね。うん、負けたままで帰るとね。うん、いや、もう、はい、次までは多分引っ張ってると思うんで。ここでそうですね、いいですね、頑張って意地を見せてね、はい、ぜひ、はい、頑張ってください。まあでもあんまプレッシャー感じないように。そうですね、はい、なんか緊張します。はい、ではひまわりさんチームのお知らせお願いいたします。はい、ひまわりは女性スタッフが多く在籍しているアットホームな雀荘です。武井さんなしを採用しているので、初心者の方にもお気軽に、ご遊戯いただけます。また、女性割引も充実しておりまして、女性の方も安心の明るい店内となっておりますので、ぜひ気軽にご来店ください。また12月15日にいただきカップを開催いたします。いただきカップとは、ひまわりで行われる大会で、優勝と準優勝の方にはジャンサクカップに出場できる出場権が、ゲットできます。
今までひまわりで、ご来店、今までひまわりへのご来店がない方でも、12月15日のいただきカップには参加できますので、ぜひぜひご来店お待ちしております。お待ちしております。はい、ありがとうございました。それでは大園さん、会場の方にお願いします。続きまして、シャーチャーですね。 SSC 東海チームです。はい、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 揃いました。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。やりましたね。はい、結構僕ごめんなさい、2年ぶりとはいえ、はい、いや硬いなと思いつつ、本当ですかね、手堅いなと思いながら、結構役配とかも、そうです ね、あんまり動かずにどっしりと構えて、一回も泣かなかったよね。泣くの嫌いなんですか。いや、そんなことはそんなことはないないんですけど、うん、どうしてもあの泣いて狭めちゃって、はい、その後降り切るとか、はいはいはい、そういうのあんま得意じゃないので、バタバタになっちゃうみたいな、うん、なんか全部行く手とかならもうすっきりいけるんですけど、なんかちょっと狭めちゃうのにあんまりそんな自信もないので、なるほど、まあ、泣くときは泣きます。なんか望月さんが、与那城さんが小山の何2曲の時の、はい、なんか構えとかが気になるってね、おっしゃってましたけど、何2曲の、あの、はい、246677からな、ああはい、切っちゃいました。あれローソーですね。リアンカン取らないで、あれ、うん、間向けになってたんで、はい、シーソー切ったりとか、ディフェンスが上がるからってこと。あれはローソーだったと思います。ローソーを切らんと、はい、いかんかったかなって思って、シーソー切って、はい、あって思いました。あって思ったのね。はい、なるほど。間違いました。思いました。まあでも今回ね、あの、はい、前回トップを取ってトータル首位に立ちましたよ。はい、あ、さあ最終戦はどなたが。最終戦も私が連投で、はい、はい、もしかしたらトップで100ポイントの差が、ね、あるかもしれないところなんで、ね、はい、あの、あ、お二人お話聞いてます。お話聞いてます。さっきね、お疲れ様でしたからね。今回は相川さんにちょっとおしゃべりの方をお願いしたいと思います。はい、はい、そちらもよろしくお願いいたします。はい、はい、こちらこそ。経験もあるからね。まあ、あのさっきね、何人曲の下り散々くすくす、めっちゃくすくすしましたね。で、そんなことしてみたいな。おつぼね感出すのやめてもらっていいですか。お前向いてねえな、みたいな。あ、仲良くやってください、仲良くね。仲良いもんね。仲良しです。はい、では、セッシー東海チームさんのお知らせお願いいたします。はい、SSC 東海からのお知らせです。来月12月9日日曜日、最高位戦東海支部のクラシックプロアマリーグ第6節を12時からひまわりさんにて行います。ゲストプロとして伊藤誠一プロと水巻渉プロを招待しておりますので、皆様ぜひぜひ参加の方、まだエントリーは受付可能ですので、ツイッターアカウントなり我々直接なり言っていただければ大丈夫です。と、あと2月の2日ですね、来年の2月の2日だと最高位戦のプロテスト名古屋会場を行いたいと思っております。エントリーは最高位戦のホームページ、公式ホームページからできるので、皆様ぜひぜひ一緒に麻雀打つ仲間が増えたらいいなと思っています。あとですね、さっきまで言ってなかったんですけど、今週末11月の24日土曜日と25日日曜日に関西王者決定戦という配信対局がありまして、そちらの方もジャンサク TV で配信させていただきます。1日目の24日の実況を私相川真理恵、25日の解説をと SSC 東海の監督である鈴木優プロにお願いしておりますので、そちらの方も皆様ぜひご覧ください。はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい、では、松山さん、会場の方にご移動いただきます。はい、あ、じゃあすみません、ちょっと一旦そのまま、はい、はい、あ、いやいや、ま、ちょっと待って、はい、そしてペイシャさん、ジャンサクチームです。はい、お疲れ様でありがとうございます。はい、お疲れ様です。よろしくお願いします。はい、前回は2着、はい、うまくいけば黒字生活に戻れるかもしれない。そうですね、だいぶ借金返済できましたね。 でっかい2着がトップだ。いや、それが多分最後の最後、ちょっと
あまりにも決め打ちしすぎちゃって、あ、さっきのオーラスね。そうなんですよ、千二千でいいところ、うん、いつっていう感じで、いやもう本当決めて上がりたかった、出上がりでもいける形にしたくて、まあ、リーチ打った状態で、うん、なんですけどね、なんかちょっとやりすぎたかな、なんかどうしても黒字にしたいっていうのと、まあ、トップ取りたいっていう気持ち、欲が前に出すぎちゃって、うん、まあ、もうちょっと柔らかく構えて、であと最後も、まあ泣かない方がいいっていうことだった、まあ、もうちょっと我慢して、そうですね、仕掛けるとね、そう、まあ、下がない状態だったんで、うん、まあ、8000私が打っても変わらないから、はいはいはい、もう少し我慢して自分の上がり目指すっていうのもあったんですけど、泣いちゃった。3枚目出ちゃって、いや、もう泣くわと思って止まっちゃったんですよ。ああ、そうですね。そう、止まっちゃって、ギャンピンでしたっけ？あ、そう、はい、ギャンピン3枚目、はい、2枚目までは普通にスルーしたんですけど、ビクってしちゃったから、もう泣かざるを得なかったみたいな。そう、あ、嘘でしょみたいな。体が反応しちゃったみたいな。反応しちゃいました。はい、ちょっと、ゆきさんがもう東京の方に戻りになられて、そうなんですよ、はい、もう最終戦もということで、もうそういうことになります、なりますね、はい、では最終戦の告知はお一人で頑張ってください、はい、よろしくお願いします、告知、ジャンソー検索なら、ジャンソー完全にカメラマンに完全に頼ってるじゃないですか、いやいや、ぜひジャンソー検索は、ジャンサクを最近リニューアルして見やすくなったので、ぜひぜひ見てください。はい、ありがとうございました。それでは山下さん、会場の方にご移動お願いします。それどころじゃなかったみたいな。はい、わかりました。あ、そう、COM。あ、どうぞ。COM じゃないな。そこじゃないですね。いってらっしゃいませ。はい。はい、それでは、最終戦実況解説の皆さん、こちらへお越しください。どうぞ、皆さん。どうぞ。プレイヤーの解説の皆さんもこちらへどうぞ、はいはいはい、はい、はい、ではいよいよ本日最終戦ということになりまして、はい、はい、実況は相川さん、はい、はい、結構やってらっしゃるんですよね、そうですね、何度か機会はいただいてて、回数だけは他のみんなよりかは多いですね、はい、めっちゃ後ろで笑ってますけど、違う違う、やばさ、いやいや、全然めっちゃ熱かけてきてます、バカにしてるわけじゃないんですよ、可愛いなと思って間違えたら分かってた、もう散々笑ってください、さあ、とりあえずトータルポイントがね、SSC と広場が並びました、ほぼ並びですね、はい、はい、そして、ジャンサクチームが様子を戻してひまわりチームはかなり苦しいポイント状況になりましたが、望月さんいかがご覧になってますか、そうですね、ポイント差がかなり詰まってきて、うん、ジャンサクチームのね、プラスに戻るのもまあ現実的かなと、うんうん、で、まあ今マイナスしてるひまわりチームも、まあ、100ポイントぐらいであったら、うん、まあ半茶3回ぐらいですぐ戻る数字なので、そうですね、はい、それほど焦ることはないかなっていうふうには思ってますけどね、うんうん、やっぱ100ポイント乗せたいですね、ポイント持ってるチームは。プラスはね、はいはい、ここは大きな一戦になりそうな感じもしますが、はい、森下さんいかがでしょうか。そうですね、もう中さんが全部喋っちゃったんですけど、すいません、はい、鈴木さんいかがでしょうか。もちろきさんがね、全部喋っちゃった、ありがとうございます、ちょっとプレイバックのお知らせなども、あ、そうですね、はい、プレイバックが実は対局終了後にね、はい、皆さんお楽しみになってたと思うんですけども、今期は、対局後のプレイバックはなしということで、はい、YouTube にて、行うような形になりました、はい、収録がまだちょっとやってないんで、次の収録の日は決まってるんですけど、ちょっと先のお話になっちゃうかもしれませんので、それ放送内で、次回はお話できると思いますので、はい、ちょっと楽しみにしていただけたらいいなというふうに思ってますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ、対局室の方はまもなくなんでしょうかね。うん、その代わりに、ほら、ジャンサクさんで、なんか、この間は、あれね、大園さんの ね、動画がありますよね。また新たな試みをいっぱいしていくと思うので、うん、あれ面白かったですよね。うん、さあ、というわけで下の方は、下の方は対局会場の方は準備が整ったようですので、はい、じゃあここから相川さんお願いいたします。はい。さあ、間もなく対局開始となります。
夕刊富士杯と夕刊富士杯争奪麻雀女流リーグ2019第4回戦の模様をお送りしております。座順はちいちゃから幼い中野松山与那城という風に着席しています。あ、そう、変わった。そう、先週、あ、そうなんですね、失礼いたしました。ひまわりチームは中野から大園ですね、なんちゃに大園が着託しています。さあ、幼いちいちゃですが、ハイパイはヤンメンターツが2つ、イーソーがアンコ、ドラはイーマンですね。さあ、第1弾何を切り出していくか、役牌から切っていきました。ちゃんとじゅんちゃんが見えますよね。そうですね、じゅんちゃん見えますね。さあ、他の皆さん、松山の手配、ローソーがアンコ、うん、いい手ですよね、はい、あれもね。ヤナシロはまだちょっと苦しい様子。大園トンが統一、役牌ですね。松山ハックが統一になりましたが、先ほどと同じく仕掛けませんかね。もう今すでに1枚切れちゃった後に重なったんですけど、2枚目どうですかね。なんかさっきまでの見てるとなかなかイメージありますけどね。そうですね、うん、まあ、面前で進めたい選手が4人揃ったんで、確かにそうですね、はい、タイプがちょっと違うんですよね、うん、深い順目で勝負したい大園さんと松山さん、うんうん、そうですね、ただそれに対して幼いさんと与那城さんっていうのはどちらかというと面前ベースなんですけど、あの早めにリーチリストをしたいですよね、うん、スタイル的には、うん、特に幼いさんリーチ大好きですからね。そうなんですね。テンポが、うん、上がりそうな気がしてるんですけど。そうですね、リーチ大好きですからね、うん、僕ぐらい好きです。じゃあよっぽどですね。はい、リーチ棒出しまくるやつですよ。出しまくるやつ。リーチ棒、リーチ棒ね、よく取られるんすよ、本当に。その分上がって帰ってくるってことですね。まあ、上がったらね、打点上昇ももちろんありますけどね、うん、リーチ棒出しすぎてなんか数えません？特に負けた時とか。わかります。リーチ棒だけで1万点取られた。そうそうそう。さあ、2枚目の白ですが、松山仕掛けません。微動だしませんね。はい、うん、大園はトン泣きますかね。大園は3巡目4巡目にウピンチーピンの立つ払ったんですけど、あのトンも1枚目から仕掛けていく想定で多分払ってったと思うんですよね。あのポンした後にドイツが多い形に組んでたので、トンは1枚目から泣くと思います。チーよりね、泣くならチーよりポンの方がいいですからね。はい、そうなんですよね。全員からね、いけますからね。まず2-2-4-5-5からピンズ払ったんですよね、うん、ここでウーマンを先に切っていきました。9ピン安全牌。そうですね、うん、ちょっと今日メンタルやられてるかもしれないんでね。そうですね、先ほどまでマイナスが受ける意識がね、うん、ちょっと強いかもしれないな。幼いペイが統一になりました。イーマンはドラです。ヤンゾーが来ていきます。いいですね、ヤンゾー切るとチャンタンになります。3ゾー引いたらジュンチャンですよね。ここでトーンを自力でアンコにしました。9ピンを切っていく。ハツは2枚切れなので安全牌ですね。9、ね、うん、ピンの方がもっと安全でしたね、実は。ローピンと9ピンが3枚見えてるので、そうですね、はい、あんまり変わらないですけどね。さあ、カンチーピンを引き入れた与那城、パワーピンを切って頭のない形にしました。うん、ここでウーマン、あ、トーン引く前だったんでね、その前のウーマンはしょうがないかなと思いますね。そうなんですよね、うん、うん、お、ドラが統一、いいですね、頭ができました。与那城イーシャンテンです。お、幼いペイがアンコ、これはどうしますか。いろいろありますよね。リアンソーが普通だと思いますけど、普通ですね。リアンソー、まあ、リアンソーでいいと思います。そうですね。さあ、現在松山以外がイーシャンテン、松山もイーシャンテンに、あ、失礼いたしました、テンパイですね。数万を切ってペン3万のリーチに行きました。前順に3万を処理したヨナシロ、ションパイのトーンも一発で切りましたね。はい、さあ、ここは追いつくか、チーピン、リーチ者の筋ですか、一旦発。3万は残り山に2枚、山城追いつきましたね、ドラドラで。
さあ追いついて数層を切ってカンチー層のリーチに行きました。これも考えてやった方が良かったかもね。これ考えて欲しかったかな。あ、でもチー層出ない。考えるとするとチー層とウー層どっちが山にいるかとかですか。そうですね、まあ、あと受け手がどう感じるかですよね。さあ大園追いついた。うわぁ、おー、正解。チー層を一発で補充してしまった松山、リーチ一発ドラさん、8000点の上がりです。パー層も松山さん切ってるんで、うん、数層もパー層もどっちも変わらないじゃないですか。まあ最初から決めてたのかなとは思いますけど、はい、まあ難しいな、特に情報がないからな。だけどこのようなアンラッキーに見える補充をしたくないがための白本しないとかっていう、そういうスタンスなんで、先生とはいえペン3万のリーチを打つことがどうだったかっていうのはありますよね。スムワン打って闇点とかも、そうですね、はい、切ってドラ引いたらカン3万でいくとか、そういう手順もあったかなと思いますけれども、まあ別に、まあそうですね、積極的に、ね、あの、はい、普通ですよ全然普通なんですけど松山さんのスタンスからすると、うん、あの、なんだろうな、仕方がないで済ませられる補充じゃなかったかもしれないなっていうことですよね。思考の一貫性というか、あとはその手数がそれほど多くならないと思うので、うん、やっぱり大きな補充がしたくないわけですよね。なるほど、同じ補充にしても、はい、うん、ちょっと順目的にも、先制リーチではあったんですけど、微妙な順目だよね、すぐに追いつかれ、確かにね、どんどんテンパイが入ってもいいような、アンパイ1枚抱えた人がすんなりテンパイ入った時に追いつかれちゃうみたいな順目ではありましたよね、うん、ちょっと難しいところではね、ありますよね。さあ、トン1局は与那城の8000点の上がりが決まりました。トン2局、大園の親番です。ドラはチュン。さあ、親の大園手配がいい。全局マンガンを振ってしまったことにより松山は縮こまったりする選手ですか。松山は、いや、普段はちょっと分かんないんですけど、うん、行く前にはさっきトップ取ったんでね、うん、もうさっきのトップ忘れてもう一回トップ取ってくるつもりで行ってこいってちょっと送り出したんで、うん、まあ、今の補充本人悔やんでるかどうか分かんないですけど、まあ気にしないで打ってほしいですよね。あんまり関係ないって思いますけどね、うん、はい、ぐらいの、うん、ぐらい楽観的に捉えててくれればいいんですけどね、うん。手が止まっている与那城、イーマンを切っていく。今止まってますよね。はい。幼いは本一が見える手、ね、本じゃないですか。はい、うん、チェって言って泣くかもしれない、ね、チェ、うん、さあ松山はドラのチュンが1枚浮いている。与那城も1枚。統一の選手は未だにいませんでした。与那城ぐらいの手格好ですとね、チューン早めに切り出される可能性ありますよね。わー、手震えてるな。緊張もありますかね。感じてるかもしれない。6ブロックですね。急走打ってくる手もありましたけどね。端配のトイト好きですね。やっぱディフェンス力上がると思ってるそうです、ね、かもしれないね。若干安全牌2枚持ってるような意識かもしれないですね。あんまりそんなことないもんね。思い切って急走でもよかったですけどね。この手は単要にもなりますからね。チーピン切ったところで実は急走でのがいいかなと思いましたね。はい、幼いトーン仕掛けませんでしたね。名本ですからね。はい、まあ、ちょっとピン譜をすごい意識しますよね、大園は。そこに伸びてもいいようなパーピンを残した。パピを残してカンちゃんを払いに行きます。風装はまだ場には見えてないんですけどね。へーって感じだな、うん、白も統一にした幼い。こうなったら仕掛けるかもしれない。これは泣きますね、うん、マンガンが見えるからですか。進まあマンガンベースで進めるのが自然かもわかんないですよね、うん、まあターツがさっきまで足りなかったですよ、うん、もうこれ今ターツが足りてるじゃないですか。はい、これどっちからかな。だから そ, かな、そっちの方が麻雀的には安定しますよね。あ、与那城いいシャンテン。このぐらいだと9ピン切っちゃいたかったですけどね、押しの手は。大園のションパイのチューンを持ってきた。チーマンを切ります。そう、与那城テンパイが入るか。これ痛いですね。痛い。
映画と一緒になったチェってやつですね。チェはバニー一枚切れですね。三ピン切るか、チーピン切るか、イーピン切るか。パンパイが三つなんですよね。ペーチャーですから。はい、うん。イーピンか。イーピンでもいいですけどね。イーピン切るならスーピンっていうのもね。スーピン面白いですよね。イーピンがね、三枚切れなんですよね。うん。じゃあイーピンか。チェって言いながら。チェっていうのが癖なんですか？いやいや、わかんないです。なんか、後で怒られそうなんで。自敗の統一落としもありますよね。イメージです。パンパイ統一落としすると、泣きやすいですよね。なるほど。泣きやすいけど、片割れが弱くなるんでね。そうなんですよね。これ難しいですね。3品はありますよ。はい、うん。保留ですね。さあ、このトーンは、これ仕掛けやすい。が動きます。ただどっちを取るかですよね。3ピン切るか、ローピン切るか。見た目枚数は一緒ですね。ヤンパーピン。あ、ローピン。ヤンピンが1枚見え、自分で使ってますが、ヤンピンがいいと判断しましたね。イーピンが早い人がいる。イーピンが早い人が2人。そうですね。大園、残していた9層があんこになりました。幼いのトンポンを見て。うん、切り出しが結構ピンズの本質っぽいので、チュンを切るか、チーピンを切るか、うん、やめてもいいと思いますね。そうですね。チュンを、まあ親番なんでちょっと少しもう一歩前に出ましたけどね。チュンを切るつもりがないなら今やめちゃうってもありますよね。3色見ず。これね、難しいですね。与那城さんの今の与那城さんね、パーマン切ったけど、うん、パーマン切らずにウーマン切るって言ってもあったんだけどな、3色になった時だけ行くね、価値がある、うん、今のままだとチュンが重ならなければ、まあ、いかない形になりますもんね、おそらくね、いいですもんね、うん、さあ、トーンをポンしている幼い、ここでチュンを持ってきた、チーピンを切ります。明らかな両面落としですからね。見えますよね。これは怖いですね。相当怖いと思いますよ。さ、全員の手にドラのチュンが1枚ずつ行き渡った状態です。津山は撤退ですかね。ただこれね、あのトンの2泣きの1000点とかっていうパターンもないわけじゃないんで、うん、1000点なら打っていいって牌は切るかもしれないですね。あ、これでも本質確定ですよね。さあ、ほとんどウーピンを入れて、ね、はい、うん、だからもう切らないよっていう風なのがいいと思うんですけど、瀬山さん合わせるかな、そうそう、ね、合わせるね、うん、お、もっと受けた。幼いにハクとペイのシャンポン待ちのテンパイが入っています。誰も持ってない、うん、山よ、はい、2枚、1枚ずつ切れちゃってるので、 あ、と2枚ですね。あと2枚、一角1枚ずつあります。切れてるのか、はい、うん、しかしこのチューンが出たことによって進められる選手も増えましたか？いやー、親の大園のイーシャンテンと与那城ですか、ね、イーシャンテンなんで、その2人はテンパイした時に勝負するかどうかですね、うん、ピンズが余らないようにそれ前提ですね、うん、はい、さあ何を引いた、数万を引いてテンパイ、大リーチ者、はい、与那城ウーパーピンのリーチです。これもまあね、あの一発で掴んだ幼い、リーチ一発、裏は乗りません。2600の上がりです。これちょっと味悪いですね。例えばペイとかを打っていくと、まあでもペイにならないのか、トンになりそうなんだよね。そうなんですよね。トンになりそうだから、テンパイ自体がついてないっていうふうにね、捉える。トンとペイの差は、トンとペンとハクで、あの、トンが1枚でしょ。うん、あ、全敗なんでトンじゃないですか。なるほど。さっき言ったとこで、イスピンとかを切ってると、そうそうそう、うん、今のウピンツもだった可能性が、うん、あ、そうですね。うん、なるほど。取られた可能性ありますけどね。まあでもしょうがないかな。そうですね、あんまり気にしない方中かもしれないですね。うん。さあ、トン3局、松山の親番、ドラはチュンです。さあ、親の松山にドラがトイツで入っています。ハイパイがなかなかいい。トイツが4組ではあります。さすがにチュンは泣いていただきたいですね。泣いてくれ。泣いてくれ。江の城、マンズが多い手配。まあ、チュンが打ち出される背景はってことを考えると分かんないですよ。確かに。うん。はい、チュン打ち出されるってことは手形が整ってるからっていうふうに、ん。ドラがチュンなんで。そうそうそう、ドラがチュンなんで、チュンを打つ相手はテンパイもしくはこう。ね、そういうことでしょ。だから、そこに対していけるなら切るけど、泣くけどってこともあるかもしれないね。なるほど。うん。
大園、トンガ統一ではありますが、ドラのチューンが1枚だけ。今日はちょっと苦しいね。うん、苦しそうですね。おっと、チューンがアンコイーシャンテンです。おやば。これは貫禄ピンは仕掛けますか？森下さん、3ピンどうします？あの松山のって。泣いたことないですか？松行さん、あんまり泣いたことないって言われそうな、あの松山のこの手。3ピンは泣いたことないね。でもローピンは泣くかもしれない、ね。そうですね。ローピンは泣きますね。ちょっと森下さん聞いてみたかったんですけど、僕泣いちゃうんですけどね。いやね、泣かない。泣かないですね。僕泣いちゃうんですけど、ね。まだ泣かない。でもまあ手代わりが相当強いからってことだね。シャンパン待っては強いですよ。手が待ちになる。ピンズさらしてピンズ待ちなので。押さないもいいシャンテン。大園も手が進んだ。いやでも 僕は泣いた方がいいと思ってて泣かないっていうスタイルですね。まあそうそうそう。フォームですよね。うん。普段両面地位をどういう時にしてるかで、うん、結構変わるかな。まあイメージはねありますもんね。おっと二三四の三色が見える手配。234に固定しました。単純くっつきなんでね、うん、ちょっとだけリアンソーの方が得ってことか。次はまあ、テンパイするの全部泣きますかね。いやー、A のポンとか。どうだろう。カンさんは抽出してくれないと困るぐらいですけど。そうですね。A のポンとかね、どうするのかな。ここで大園動いた。トンをポンして、リアンゾーを切る。3色で8000ってことですね。チュン短期の予定ですよね。うん、さあ、夜な白。懐かしい。広くはなった。ちゃんとがない。小さか。そうですね、小さが必要ですかね。想像の上がいいと思ってれば、スースを切る人もいるかもしれないけど。まあ、普通は小さですよね。はい、小さを切っていきました。ここで幼いにテンパイが入ります。リャンファピン、リーチせず。はい。見てよ。さあここで3万を地位した大園、まあ、さっきの法順もあるのかな、うん、さあリャンピンを掴んだのは松山、うん、ピン譜のみ、うん、しょうがないですね。先天の上がりです。へえ、これで黙ってにした、うん、チューンが見えてないからとかですか。まああるかもしれないですね、うんうん、めくり合ってもね、いい街だったんですけどね、うん、三面ちゃんですが、うん、闇天に構えた結果先天の上がりとなりました。さっき法順したからそれもあるかもしれない。運ピンで。そういうことですか。あやはいがっていう話ですか。リーチ好きじゃないじゃん。リーチ好きじゃない。確かに。確かに。僕絶対リーチしてます。なんかあるんだろうね、だからね。さっきの本質が上がれてればリーチだと思う。ああ、なるほど。ね、うん。うん。ちょっとよくわかんない。点数とかなんか気分の問題ないような気がするけどね。あとはなんか街がいい時にあえてつもぎリーチする人もいますよね。戦略的に街悪いでしょって。まあまあまあ、はい、太郎さんとかね。はい、はい、戦略的にやる人いますよね。はい、トン4局、与那城の親番、ドラは数ピンです。小野さんはいいね、割と。はい。さあ、親の与那城、初が統一、うん。そんなに悪くないけどね。さあ、大園、確かに手がいい、うん、上がれるかどうかはまた別だもんね。ちっちゃいパイが集まってる、うん、まあ集まってますよね。補充リスクは、ね、そうなんですよね、高いですもんね。リャンゾーを引いて、ソーズがリャンカンの形になりました。さあ、大園進むか。いいソーこれ言いそう、嬉しくないなって思っちゃうな。嬉しくない思いますけど、ね、いや、チェってなるけどね。まあ、いいまあ、一歩前進いいでしょう。うん、さあ、幼い数万がアンコ、一歩進みます、うん。ペンちゃんを払っていく。上の3色のね、変化は取りたいよってことですね。うん、大園の6、7、8の3色が見える手配。うんうん、珍しく松山さんが自敗を切ってた、うん、そうですね。この曲上がれるような感覚あるかもしれないね。ちょっとビハインドなので多少前に出ようかなって意識もあるかもしれないですね。
ただね、形としてはね、それほどね、そうですね、魅力ではない。ただ表示牌の3品もネックですからね。さあ、与那城考えている。ピンチャンを払う。手ももちろんありますよね。スースもレアスも。ギャンゾーを切りました。大園さんの手なんか決めたいね、どっかで。うん、ちょっとブクブクすぎる。安全牌持たずにこの曲行くよっていうのがなんか雰囲気から受け取れますよね。与那城、ウーマンをアンコにしてイーシャンテンです。とはいえですよね、これね。そうですね。あ、これ行きやすいですね。大園も3品が残党になってイーシャンテンです。しかもね、3品っていうのはみんな欲しい牌ですかね、ドラ表示牌ですから。またドラを引いてきてもまた対応できるでしょ。3品持ってればね、ちゃんとすれば振り返れるもんね。かなり心強い形ですね。そうですね。うん、いいと思いますよ。ただまあストレートに3色になってリーチしたいよ ね。そうですね、うん、パーピンかパーマンを引きたいところ。これはチーマン切りましょう。はい、これで5、6、7の3色にも対応できます。こういうのはいいですね。両天秤3色と両天秤ってあんまりならない。そうですね、ね、月に2、3回じゃない。そんなことないですけどそんなにありますね。あの形、あんまならないね。ね、うん、これスーツ引いたらどうする。単品にする。単品にします。ね、それ、そうですね、僕も単品にするけどさ。どうしても1通って人いるじゃないですか。あ、なるほど。1通大好きな人も、うん。でもこの1通は崩れますからね。これはね。さあ、引いたのはチーマン。松山一歩前進、うん、これ嬉しいですよね。はい、タイヤをですからね、仕掛けも打てます。与那城、ローソーにチーソーがくっついて両面ターズができました。ペンちゃんを払っていきます。全員シャンテンになりましたね、うん、はい、あ、イシャンテン取りませんでしたね。トン2枚切れ。そうですね。さあ、テンパイが入るか。チュン、チュンは2枚、あ、3枚切れ。安全牌ですね。うん。と並べたか。さあ、マンズダが欲しいのはウーパーマン。ウーパーマンがないんだよね。うん。全体的に全員に使われている牌ですね。うん、止められちゃうんだよな。なくなったかも。ウーパーマン。ウーマン切れてる1枚。1枚ウーマンない。ウーマンだけ。1枚。ウーマンが1枚。パーマンは？パーマンは0ですね。パーマンもないですね。ってことは、あ、でも分かんないかな。おお、これ、チーテン取らなかったね、松山さん。さすがに取らないか。結構あのローピンチーテン取る人もいるんだけどね。そうですね、そろそろ取る人もいますよね。うん、点数がないので、できればもうちょっと面前で1見たいって感じでしょうね。うんうん、こちらの手配ですね。結果積もってましたね。算数今大園さんも言いましたんで、ね、はい、500戦ですが。さあ、与那城もずっといいシャンテンですが、テンパイが入りません。テンパイしないですね。幼いはもう受けてますね。全員いいシャンテンになるのはあったんですが、 おっとここでテンパイ、サブローピンのリーチです。リーチか。闇点っていう選択はありますね。だいぶあります。もういや、だいぶかどうかわかんないですけど、うん、本当に好み。本人もそんな上がれるとは思ってないでしょうね。だ、拾える246よりはたまに高くなるリーチを選択した感じ。3球でしょ。3球ドライチ。3球ドライチ。まあ、リーチ打ちやすいんですけどね。まあ、打点的には打ちやすいんですけどね。ただドラマ的表示牌ですからね。出上がれるとは思ってないでしょうね。そうですね。ちょっと前にローピン、そうなんですよね、泣かなかったんで、そして泣いてないので、うん、拾えるは拾える可能性ありますけどね。しかしサブローピンはどうでしょう。山にローピンが、あ、もうないですね。ない、はい、全員の手に使われています。さあ、大園リーチを受けて、
大園さん、テンパらなかったですね。そうですね、いい手配だったんですが。カーワンチーすると、肩張りペンパーピーみたいなのができましたけど、まあ、泣かないですよね。というのしろ、馬を安冠しました。テンパった。テンパったが、ドラ乗った。本当だ。またもう最終手番。おー、押した。はい、テンパイを取っていきます。背景でしたね。行かない人もね、いっぱいいますけどね。そうですね、トップ名ですもんね。親、うん、リー、うん、子供のリーチですね、親番で。あ、親番、あ、そうか、親番、はい、すごいな。はい、与那城と松山の2人テンパイで流局です。絶対トップ取るって思ってるね。すごいですね、今の推しは。ドラも増えて、背景入りですもんね。うん、リスクは大きかったけど、親番維持。後藤さんに触発されたかなかもしれない。押していいんだが、あれでもいいんだ。さあ、与那城意地の親番連チャンです。いやでもこれで例えば上がりがつながったりね、大きい加点ができたら今の推し、ね、そうなんですね、すごく大事だったってことになるから、そうですね、まあ、親番には価値ありますけど、しかも手もいいよ。はい、意地で連チャンした親番、うん、手配がメンツが一つですか、ヤンメンターツが2つ。すごい。だいぶいいですね。ヤンシャンテンでしょ。はい、ドラは9ピンです。小型で今のテンパイで放出したら怒られそう。そうですね。まあ、競技麻雀の基本で言うと、押さない方がいいよって教わるところですよね。ただ今、捨て牌もまあまあ強くて、取ってない数字、ちょっと本数数えてないですけど、まだまだあったんですよね。保持率も、はい、10% 程度だったかなって思います。だまあ勝負論から考えると、そうなんですよね、押すっていうのは十分あるんですよね。はい、その辺がちょっと麻雀難しいところ で、ね、やっぱり戦うってことを別に考えてね、勝負だと思うと、やっぱりどこかで勝負しなくちゃいけないから、はい、今のも、あ、一歩前進、いいシャンテンです。いいじゃないですか、めちゃめちゃ。はい、リーチ打ちやすいですよね、早くに転破した場合は。そうですね。マジ関係なくリーチ打つんじゃないですか。あ、リャンメンリャンメンの完全シャンテンだもんね。そうなんですね。もうシャア切りたいぐらいですもんね。うん、本当はね。はい。うん。ただ三色には触れないんで、そうですね。そのままテンパになっちゃいますからね。そうですよね。嘘を引いたときに、ちょっと考えるか。闇点を？闇点。うん。三色への手代わりを待って。そうですね。うん。うん、嘘は結構三色になるパターンもね、そうですね、ないわけじゃないから。うん、パーソーだとね。パーソーだったら即利じゃないですか。ドラの9ピンですが、つもぎりですね。パーソーだったら即利ですね。うん。押さないもいいシャンテン。関西がある。まだ早い。スワン切りますか。ほう、スワン切るか。ヤンマン切るか。スワン、そうだ。常識的。スワンか。さあ、イーシャンテンの与那城、ローピンを持ってきた。チースを切っておいて、サブローピン引いて単品コを考えるか、うん、そうですね。チースを切っていきました。またピンズのね、横の広がりが立つ選択もありますよね。柔軟な思考ですね。うん、これは。カンサーワンとカンチーワンの比較ですね。カンチーワンの方がいいと判断して、レアマン切りますね。はい。あとは自分の筋になってますからね、一番。松山4と5目。あんま早い人が2人いますからね。確かにチーマーの方がいい。結構あれ大事ですからね。うん、さあ、数ピンを引いてきた。これは勘じゃないですか。勘ですね、うん。いいんじゃないですか。はい、いいピンを安冠します。シンドラが？シンドラが急走ですね。誰が持ってなかったっけ。急走は押さないが暗号。暗号、はい、超行きたい。押さないは急走暗号の両面両面のいいシャンテンでした。あらららこちらの手配ですね。これでドラ9かな。9ピン安全度。9ピンは親の現物です。まあ親の現物だったら起きやすいよね。これリーチかな。はい、大園カウンマンを入れてサブローソーのリーチです。さあ、サブローソーはあんまり多くない。おさないさん、バッチンっていきそうだな。そうですね。バチン。これは、急走ですか？
そう。中層行きづらいか。飛車切る手もあるね。うん。飛車を切りました。さあ、さん振りかぶって。シーソー。行く行く。はい。バッチンっていう。飲みたい。宣言派ですか。すげーリーチするんだよ。すげーリーチ。はい。それは見てみたいですね。さあ、論争を引いてきた。テンパるか。ここで9ピンでもいい。9ピンでもいいですね。3は取りやすいそうですが。いったいった。もう目いっぱいですね。これはもう、怖いですね。振りかぶるよ、マジで。振りかぶる、見たい。買ったら早いのかも。早いね。さあ、大園の三郎荘は山に残り1枚。1枚。はい、3層だけ1枚います。なんか久しぶりに入ったなんか先生のお悩みだよね。振りかぶられたら怖くてしょうがないよね。どら切ってきてますからね。怖いですよね。しかもすって切ってもね。そうなんですよね。さあ、与那城もイーシャンテンが復活しています。どうだ、シーソーはいらない。さあ、残された松山は、うん、うわ、どうしますかこれ。シーソーはシンドラ、ウーマンは通っています。スーマンも現物ですね。ギャンマン、まあ、粘れたら親の連ちゃんか。ウーマンはと、あ、ウーマンと取ってますね。はい。スーマンは、おお、スーマンは粘ってリーチ車に通っている。はい。これリーチ考えてますか？そうですね。スーマン、3ピントローソーですね。ドライチ。バニーはどっちも切れていない。ないですね。親番でリーチ棒2本1本ば。ただローピンが通ったから、ピン図が変化したときに3ピン切れるんで。黙ってもある。なるほど、なるほど。あと、サナイの押しが押す、押すが二軒リーチ、なかなか押せやんくなりますね。はい、与那城と大園のリーチ対決。与那城は三品老僧のシャンポン待ちです。うやけど老僧は当たりで、ね、これは厳しいか。行くんじゃない？行かなかった？行かなかったです。いや、でもなかなかこのイーシャンテン長いですよね。そうですね。そうですね。10年も減ってきちゃいますけど。イライラしたんでしょ？イライラしちゃう。真白の最後の上がり牌の3ピンが松山に行ってしまったため、両し、あ、と、与那城は順からになってしまいました。逆に切るもんあるか。どうなってんのよって言うよね。さあ、残るは大園の三層が1枚。うーん、あ、ローソーいた。いた。失礼いたしました。ローソーツモ上がったのは与那城。リーチツモ。ドライチ。うん、2000は2100オールの上がりです。素晴らしい。やっぱりこの上がりっていうのは、さっきのね、なんだっけ。意地の。そうそうそう。押したんだよね、はい、あれが繋がってるから。そうですね、あれがあったおかげで親が連チャンできたので。大きいね。そうですね、一個一個の細かいことがこういった過程に繋がっていくんですね。そうですね、今日ゆうきさんもね、内容が良かったんで、やっぱりちょっと刺激も、いい刺激もらってるかもしれないですよね。で、まあこれも絶対トップ取ってトータルプラスで来月にっていう風にね。そうですね、ここで与那城トップだとプラスにポイントは戻せるので、意地でもプラスにしたいところです。さあ、与那城の連チャン、トン4局、日本馬、ドラが3品です。さあ、与那城の手配、相座が多めに見えます。第1打はおたかぜの難。大園に薬杯のチュンが統一です。こういう時あんまり嬉しくないんですよね。そうなんですか？嬉しくなくないですか？
大園の立ち位置と手配がですか？だって与那城さん今ちょっと調子良くなってきてるっぽくて、うん、私が生かされるのって思わないですか？あ、そういうことですか？また私みたいな。へえ。そんな役回りばっかりやらせて。戦いたくない。ね。順大から前に出ざるを得ない。そうですよね。そう思っちゃうんですよね、僕。あんまり思わないですね。そうですか。もう親を蹴って、私がヒーローになる。上がると思ってやってますね、まだね。上がってもヒーローにならないから。ならないかな。半年までですよね。周りが喜ぶだけで。そうそうそう、確かに、うん。自分が頑張ってってことですよね。そうそう。そんな、ね、そんな役回りまだ選択だ。まあ、マンドラと思うんですけどね。シャンピンですが、チーピンから切っていく。ドラが3ピンですが、パーピンが場に1枚切れているのと、チーワンが切れているので、カンパーは大事しましたね。ほんと？マンズの方がいいかなって気がしますけどね。マンズだよね。これって、なんか明確な理由があって、切ってるならいいと思うんですよね、大園さん。単純枚数ですね。いや、でも変化の枚数がだって、運転の差だから、ね、これ9ピンを切ってるのか。まあ、だとはいえ、ねうん、だとはいえ、こういうの大切にした方がいいと思うんだよな。これは両平こう見えます。これね、9万とかもありますよ。ドラガス両平こう、両平こうとドラ全部見て、9万、10万って払っていく。まあ、だからそれも含めて9万切んなきゃいけないって話だよね、その前に。そうですね。ちょっと厳しい方になっちゃうかもしれないけど、やっぱり積み重ねなんでね、こういうところ。結果論の話ではなくて。さあ、親の与那城、ダブトンが統一でいいシャンテン。そない関数ピンを埋めました。こちらもいいシャンテンです。9万が統一、みんなよく似た形になりましたね。そうですね、役配を取れる形ですよね、はい、誰が最初にテンパるか、さあ初が出ました。初をポンしたのは幼いリャンゾーを切ってスーチーソーのテンパイです。出遅れた松山はどう打つ？どっちでもいいんじゃないですか。あの、のんびりいけば。さあ、リーチか。はい。数万を入れて、与那城はリーチです。9万とトンのシャンポン待ち。これね。こうなると、お供えさんは行かざるを得ない。チーソーが現物なんでね、早く切ってよって思ってるかもしれないですね。これもすごい細かいことで ね、これも結果に見えちゃうかもしれないけど、9万打ってれば、9層の後の9万つもぎりになるわけで、こうなってないってことなんだよね。なるほど。だってリーチ打てないでしょ、ダブトンの9万のシャンポンで。そうですね。さあ、与那城のリーチはトンと9万のシャンポン。山にはトンが1枚。今、ローワン通ったんですよね。となると9万が危ないか。まあ、この後の9万ね。そうです。多少危ない。宣言ハイパーワンでちょっと怪しいんですけど。はい。ありますね。ただ切りそうだな。他に切るハイが。皆さんどこまで頑張れるかですね。いやー、偉いね、偉い。ここですね。そういう役割をやりたくないんだよね。9万切りそう。これは何を選ぶ大園。あーねー。9万が出てしまった。与那城の上がりです。リーチ裏3900は4500の上がりです。これパーマン切ってあってパーマンも持ってるんですよね。そうですね。なんで、シャンポンは当たる可能性は結構ありますね。そうですね。その前のチーソーが出だしなので、チーソーこの。まあ、パワー単純なパウイットリゾート氏で安全牌の比較でパワーが残ってたパターンもなくはないんですけど、うん、まあ手配に関連してることもね、うん、特に自配挟んでてパワー宣言牌だと、そうですね、シャンポンのねよくあるやつですよね。そうそうそう、そこを切り取るとそうで、その前の話だとっていう話だから難しいけど、なんか片付けちゃいけない話なんだな、うんうん。どんどん手配良くなってきましたよ。あ、ドラドラだ、はい、来た来た来た。親の与那城、あ、気持ちいいね。連チャンして3本場です。
1万2000からみたいな。これはすごい。そうですね。1万8000から2万4000みたいなイメージですよ。はい、ドラは9ピンです。まあ、字から切って、そのうち麺本屋、ね、メンチン屋みたいな。はい、1万2000オールだなって思いません思わない。思わないですか思わないか。思います？だってこれ自然とメンチンになっちゃうじゃん。まあ1000オールとかはね、2万4000かなとかは思うけど、だってピンクじゃん。いや、そうですね、2万2000オールとはだってメンピンチもドラドラだよ。リーチソーズですね。確かにリーチソーズってリーチしない？ピンクだったらいや、したいですね。ねえ、そうしたい早い準備であればまあまあ、ドラドラ来た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 、さあ、いいピンを引いた、うん、一通がついちゃうからさ、ね、大変だよこれ。そうですね。これ関連ピンはチーしますか？泣くんじゃないですか？チーしたい。でもチーしたら3倍までなくなりますよ。そうですね。そこまで跳ねまんでいいかなって。跳ねまんはチェって言って跳ねまんですよ。ちっちゃいソーズ。さあ、自敗を持ってきた。ソーズ綺麗。切っちゃいたいですね。ちゃんとアーツを切るか、自敗を切っていく。ドラドラ。一応いい当てなんですよね、うん。嘘とか引いちゃいたくないですけど。嘘引いたら苦しいでしょ、これ。もうでもね、なんか、リーチ打つんですか？そうですね、関連ピンでするか、シャンポンでするか。うん。引きたくないんで切っちゃいたいですよね。そうでしょ？そうなんですよ。気が合いますね、ゆうくん。ああ、そうですね。先に切っちゃいたいですね、これ。あ、両冠になった。そうか、そうだな。想像は残していきますね。ああってなっちゃうね、僕。うん。確かに嬉しくはないですね。まあでもピンズ引けば自然とどっちが外れる形になるから、うん、 そうなんですよね、それでもほら、だからまだ全然ありますよ、うん、あのこの松山さんのリャンピンが出るかもかな、そうですね、あの渡り方ってそのピンフから鎮逸になることと、はい、本質から鎮逸になることと、あ、ほら言ったじゃん、うん、ほら意識はやっぱり鎮逸にあるんですよ、うん、だからこれはあの横の伸びからの鎮逸なんで結構分かりにくいんですけど、そうですね、初めてはちょっと、うん、いやでもこれこういうパターンも結構あるんでね、鎮逸、はい、狙える人はね。さあ、大津の手が止まっている数万を入れてこの形です。うーん、苦しいね。789の3色が見えますが、これが9ピンなんですよね、はい、数ピンを切っていきました。数ピンが統一、難しい、両ピン切るかな。どうしましょう。松山はペーチャです。なんか頑張り2枚でしたね、はい、うん、ほらほらほら、おっとウーピンを引いた。これはいきますね。これは大物手が出ますか。言ったじゃない、言ったじゃない。1万2000オールありますね。そうでしょ、1万2000オールなんだからリーチしないもん。だってイーペゴがついたらもうなっちゃうよ、自然と一通でも。そうそうそう、9ピン引いたら15本折れる。15本折れ、リャンピン9ピンと引いて大変だよ。このリャンピンが修練はないですか。修練もありますけど、修練じゃなくていいよね。じゃなくていい、そこまでは求めない。修練もう一個1ピン引いたら考えるよね、うん、9ピンから引くか。そうそう、修練もリャンシャンテンでしょ、今実際リャンシャンテン91、そうです、ね、9911ですね。なるほど、うん、さあ何を引くか。パーピンだ。パーピン、パーピン、ハーピン、キューピンの関連ピンですね。関連ピン。まあ一回キューピン引いてからの中連渡りもあるよね。中連。うん、そうそうそう。渡ってくれなきゃ困りますよ。もう両ピン。危ないね。はい、松山イーシャンテンです。うん、まあこちらもイーシャンテン。一二三の三色が見える手配、うん。何から引きたいかな。そのピンチーソー入れました。ウーマン切るかな。そうですね、ウーマンでしょうね。うん、はい、ウーマンを引いていきます。ウーマン切るとイーマン引くと純ちゃん3色にもなりますか。そうね、だって甘露ワン引いてもね、うん、何からがいいかな。やっぱ9ピンからがいいかな。おーおー、ラスハイですね。ラスハイです。ダマテン。ダマテン。いや、場に3枚ですね、パーワンが。切られちゃいますね。辛いな。山代が9ワンから打ってると。うん。まあでもパーマンしてそうだよね。そうですね。もしパーマンは止まりますか？
リーチ打った方が止まらないんですが、うん、なるほど。ちょっとこれだって打点向上もあるしね、枚数もあるし、ね、打ちづらいよね。3本上がりますね。確かに、うん、ここで言いそう手が止まっている、うん、そう入りました。白が怖いな。まあ、なんか出てると思うんですよ、きっとで。そうですね、うん、うん、ローマン。これ上切ってるんですよね。しょうがない。うん。うん。白が欲しい。でもタイヤオなんでチュンかな。チュンはゼロ。ションパイか、リャンピンかな、そうすると。おー、まずいった。えらい。えらいぞ。これは、弾力ありますね。うわー、来た来た来た。しっかり俺は見てますね。まあ3倍マンになっちゃうな、残念ながら。リャンペーコですね。リャンペーコだね。そうですね、リャンペーコ見えますね。6球ピン、チーピンってことは、リャンピンでもイーピンでもテンパイするよね。はい。何でもテンパイするわ。パーマンありますけどね、1枚。はい。1枚ありますね。大園はカンパーマン役割でテンパイしています。現状誰も。まあ止まんないよね、これパーマンはね。ただだ、これ。何がいいかな。はい、チーピン。あ、リャンピン。リャンピン。リャンピンどうするかな。スパーピン切ってサブローキューピン。それか。スパーピン切ってサブローキューピンですね。うん、で、サブローキューピンにして E ピン引きましょう、その後ね。なるほど。からの中連、ね。そうそう。まあでも中連よりやっぱピン風だな。ほら、3倍もあるじゃん。言ったでしょ。確かに面前でここまで。リーズもピン風で飛び込むでしょ。そうです。言ったよね、だって僕。リーチを。確かにおっしゃる通りです。ピン風ですね。キューピンとか1つ。あ、そっか。パーピンを切って黙ってん。テンパった。これはどうだ、イースーマンリーチ打ちる。イースーマンそんなにない。ない。やばいやばい。イーマンが全然ない。3枚切れ。でもリーチ打つかもしれないな。リーチありますね、これ。ね、ある。うん。もしでもこれ、あ、やめた。これは、素晴らしい。あ、そっか。もう、うわー、チュン打たれちゃうな。これきついな。チュンオープンしたのは松山。この仕掛けで、これ、はい、これおさげさん親の面本かなんか染まってると見えてますね。なんでチュン止めたのにって思う。まあそうだね。もっと。わあ、これキューピンもいるんですよ、だっていつも。いますね。ああ、リーチに来ました。ああ、これはやばいぞ。やばい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 ぞ。これはどうする。リーチだよ、これ。こうなったら。これ、次。サブロキューピンやばい。リーチ、リーチ、リーチ。リーチしねえか。そうですね。3ピンが現物ですね。やばいよ、これ。キューピン。打っちゃうかもしれない。これは。ああ、イースマンもいた。これな。そうですね。うわぁ、これ大丈夫かな。大変なことになるよ、これ。宝珠杯はないけど、うん。大園さん見えてなかったんですね。見えてないよね、うん。あ、止まりましたー。ほら、リーチじゃん、3枚なんだよ。リーズボピンフドラドラって言ったじゃん、僕。10本ですか？うん。ほら。メンチンツモピンフドラドラ、8000は8300オールの上がりです。あの、転送しから、そうですね。言ったじゃない。ねえ。いやー、しかし大事件が起きてしまいました。ねうん、与那城の8000オールツモ、親番が止まりません。言ったじゃない。ねえ。リーチしない。ピンフだから。まあ、そうっすね。メンピンドラドラリーチ打つでしょ6本他にありますけどね。そうそう。真実ついてるだけなのか、リーチだよ。だけですか。うん。サブローキューピンリーチ打つでしょ。あの形は嫌いっす。自分で何枚も使ってるし。さあ、与那城の親番が止まりません。本4局4本場、ドラは E ピンです。1本足りないんじゃなくて、1本は自分でつけに行かなきゃいけないですよ。わかります？そうですね、ダマで上がって1本足りないは違いますね。それは違いますよ。はい。リーチしてればもう1本足されるんで。そうそう。なかなかね、さあ、与那城が7万点オーバー。絶対に上がらなあかんわけじゃない、ね。いやいや、ほら、アサピンも言ってたんだよ。だって、ほら、マージャンは流れしかねえそうなんですか。そういうことあるんですよ、多分。きっとで。
でもだってもうこうなっちゃったら、うん、もう周りの人たちは辛いだけで、そうですね、米沢さんも自由に麻雀やりますもんね、うん、だってほとんどトップでしょこれは、はい、大体何が起こってもトップで終われる、うん、77% ってことはいくつプラスになるんだ ?40% 10位までいってますよ、87%、50%、60%、ああ、首位だよね。首位だよ。ね、本当だね。あ、一気にトップに躍り出ることができるか、うん、まあ、大体できますね、これね。だけど、現実ね、だって、うん、2チームに、だって90と80ポイント離されてて、ハンチャン1回で変えるなんてなかなかね、思わないもんね。そうですね。そうそう。たった1枚チーソー 1本いっただけでね。そうですね、あそこからですね。やっぱり大切なことなんですよね。もう、松山さんも心ぶれちゃってるしな、これきっとで。あ、与那城いいシャンテン。小山内さんも上がりが見えてただけにね、ちょっと行きづらいよね、さっきの。チューン押さえてチューン泣かれるぐらいだったら、じゃあってね、自分で言ったわって、うん、難しいけどね、あと先はね、押さないが小僧のドイツを切っていきます。大津の言いそうがあんこ、しかし、与那城がイーシャンテン以外は皆さん苦しそうですね。リーチって言うでしょ、キットで。言いそうですね。リーチって言いましょう、これは、うん。エンペラータイム。だけどさ、だってさ、この役なしは散歩になるかなんかなるかわかんないけど、リーチって言うでしょ、うん、さっきの役だったって3面ちゃったよ。リーチって多いじゃん。3品現物でした。だってさ、リーボー1本の打点向上は倍満から3倍満が一番多いですよ。知ってますそれ。確かに。そうでしょ？1000点出すだけで点数めっちゃ増えるんだから。仲良くしてください。いやいや、だってそれって教わりませんでした？教わらないよ。嘘だよ。だってみんなほら3級を8000にするリーチ号を出しましょうって言うじゃないですか。はい、4000点だけでしょ、うん、でもさ、親だったら1万2000点増えるんだよ、1000点出したら。確かに。そうでしょ、確かに。いいんだよ、それは。でも8000オールどうしても上がりたいと思うな。まあ、でも確かに今の曲はリーチしても黙ってんでも、うん、大してほとんど変わんないですよね。一緒だよね、多分。だから。松山はマンズの本一に向かっている。厄配のトンガと一になりました。森下さんもタイプ的にこういう麻雀やりたいでしょ。こういう曲っていうか、こういうハンチャンっていうか、こういうハンチャン、この展望を持ったらやりたい、やりたいよね。ここまでするのが大変だよね。だって年に何回もないと思うんですよね、こういうのって。そうですね、うん。手が進まない。ただ、はい、うん、一枚切ってもいいですけどね。そうですね、スピン打つのが良かったかもしれないですね。ペン3ピンが入った。難しいよね、投資でも見てたんですよね。うん、メンツができちゃうと両天秤に。お、トンは親に切りたくないですね。うん、もう気持ちがそうなっちゃってるんだな。マンズかな。4ピンをつもぎりました。お、3ピンの二度受けは嫌だと。こちらが1ピンなんですけどね。ワンズの部分が2面だったら分かるんですけどね。カンチャンなんでワンズ切っちゃってもありましたよね。やっぱりこういう状況下の練習とかっていうのもしといた方が良かったり、イメージしといた方が良くて、これすごくこう客観的に見るとね、みんなひっちゃかめっちゃかのことしてるわけですよ。うん、割とね。松山さんの手も本質に向かっているように見えますけど、メンツ落ちてますしね。はい、無理やり手を壊しながら手を作っていく感じなんですか。なんか例えばこれもEピン切った方がいいと思うんですよね。2ピン切ったんだから。うん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 、でもこれ切れなくなっちゃってるんですよね。打点が欲しいがあまりに。打点とかもうどうでもよくないですか。だって打点よりも着順勝負でしょ、うん、もう。そうですね。だって無理だもん、これ与那城3番来るのは。トップは厳しいですね。うん、だったらやるべきことちゃんとやった方がね、きっとでいいと思うんですよね。自分にできることを目いっぱい。いや、わかんないですけどね。こういう状況にみんなならないんで、普段はね。うん、
でもこれもやっぱり覚えておいて、こういう時どうするんだっていうふうに、あのメンタルも含めてね。まあ一番親落ちなさそうなやつですね、うん、二人本密みたいな感じで支配でなくて、うん、泣けなくて、うん、なんか選んでるのが正解のような気がするから断切ったって良さそうですけどね、うん、何切るんだろう。何でもいいんじゃないですか。チーピンかパーマンかどっちかだと思うけど、あ、普通にから切り、うん、テンパイチャンスプレスに行ったね。広い受け入れしますね、うん、どっちでも良さそうですけどね。あの欲張ってもうまくいきそうだし、うん、あ、でこれ逃しかな。さあ先ほど切ったウーマンが帰ってきた。うんね、これもあのリーチ打つかどうかは別としてね、サブロピンのテンパイが取れたわけでしょ、うんうん、ウーピンもうやめたってことかな、うん、そうですね、うん、前に行きづらくなっている。サブロピンがなほぼ結構薄くなっちゃったんですかね。そう、松山チュンが統一になりましたが、うん、チーマンみんなちょっと引け気味ですかね、うん、なんとどん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 数点削られてしまいますからね、親に、ね、あれ、あ、スイッチャーが間違えちゃった。いいピンが統一になった。与那城も二刺しになっちゃったよ。うん、換算マンは自分で1枚切っていますね。あ、切ってんの？換算マン切ってるの？泣きやすいってことですね、うん、でもね、泣きやすい、ね、テンパイは組みやすいですよね。うん、そう、引いてきたのはリャンマン。何も切れなくなっちゃってんのかもう。うん、素点を減らしたくないあまりにってことですか。いや、補充が怖いんですよね。うん、何も考えずに切れてるような城ぐらいだと思いますね、うん、今、うん、特にみんなが受け気味になってるのを感じてますよね、ような城も。うん、もう自由にやってると思いますよ、はい、そんなのびのびと一人でやってますよね、うん。さあ、与那城テンパイ入らず、いつもが1回ですね。ヨーカーソーも激薄です、うん、この曲テンパイできたらまたね。そうなんですよね、たまたま脳天で終わっちゃうかもしれないですけど、うん、もう一曲あったらなんてこと怖いですよね。うん、まだツモが一回ありますね。さあ、与那城最後のツモ番。ピンカさんは、うん、テンパらず。よかったね、でも。そうですね。本当にみんなにとっては。助かりましたね。うん、はい、親が終わります。さあ、入って、はいです。はい、この曲は全員脳天で流曲です。与那城の長い長い親がやっと終わりました。ね、よかったですね、皆さん。ちょっとホッとしてますかね。でもここからは熾烈な二着争いが始まるわけですから、ね、ここから苦しいですよ、みんな。はい。さあ、難入です。2回目の幼いの親番。ここの本当に5000点ぐらいの差ですけど、うん、はい、これだけでもだって何ポイント違うんですか。30ポイントね。そうですね、順位点があるので。30ポイントは大きいですよ。はい、与那城さんとの点差を30ポイント詰めるよりも、うん、こっちをどうにかする方が楽ですからね。そうですね、30ポイントって3万点ですもんね。3万点ですね。3万点帰らないでしょう。帰れ、なかなか帰らないですね、うん、さあ、幼いの親番、ドラがローピンです。松山はメンツが1つ、リャンメンターズが2つ。5本歯が流れてきた。はい、まあ、いかに自然に打てるかですよね。もう普通に打てなくなっちゃってると思うんですけど。そうですね、うん、なんか
自分のやるべきことをねやってほしいな。うん、5本歯が流れてきた時とかなんか連チャンできそうじゃないですか。できそう、親がですか、うん、できなさそうじゃないですか。そうみんなが取りに来る、はい、みんな取りと終わってしまいそうな感じになっちゃいますけど、幼い親版でドラドラ役配の南賀統一です。私も私もってこと。そう、なんか あ、なるほど、あ、そういうことですね。その5本歯積んだ人がそのまま流すと次の人が6本歯、7本歯ってやるイメージがすげえな。そうなんですね。私が積んだみたいな顔してやるってこと。我が物顔で。ヤドカリみたいなやつだな。ヤドカリ。例えが秀逸。ヤドカリ。ヤドカリいいっすね。ヤドカリいいっすね。ヤドカリレンちゃんしたいな。流行らせよちょっと。ヤドカリレンちゃん。その積み棒をね、ちょっと物にしちゃいます。今度その機会があったら言いますね。うん、そのマンズが多くなってきた本一に向かいます。うん、これは向かいたいね。鎮痛まで行っちゃいたいよね。ローピンを引いたら、一応ドラがローピンなんでね。つってますね。ウーピンを1枚残しています。このナンは、このナン幼いが泣ける牌です。泣くんじゃない？泣かない。泣かない。すっげえ。泣くよね。ドラドラですが泣けませんでした。マジっすか、すごいっすね。すごいね。どっしり構えてますね。この親は泣いた方がいい気がする。うん、まあいい感じになっちゃったな。ここは七三からですよね。うん、うん。でも正解かもしれないよね。正解かもしれない。はい、前進です。一手進んだから次は泣くかもしれないですね。二枚目は。さあ、一瞬点の松山。一瞬点に、ね。はい。安全、あの、当安全牌なの。そうですね、2枚切れなので、うん、あ、失礼しました、3枚切れです。うん、さあ、与那城、ションパイの初で手が止まっている。カンちゃんを払っていきます。さあ、テンパイが入るか、入らず。うん、ヤンパイか、見ないそういう状況じゃないじゃないですか。うん、もう一刻も早く上がりたい。模様落としたいですよね、争ってるんで。そうですね。ドラ引いても振り返れますからね。切っちゃいな。満足を引いたウーピンを切って、うん、手配が染まりきった。さあ、与那城。二三四は一応見えてますか。おっとドラ。おっと、大事。はい。親の幼いドラさんになりました。来たよ、テンパイですね。来た、一応テンパイ、一通ペコ、羽根番ですね。一通イーペコ、初危ないじゃん。そうですね、与那城の初が1枚浮いています。おー、すごい。幼いテンパイ、サブローマン待ち。これはどうなるか、すごい、初が現物になってる。初現物、きれい。さあ、これ押せるか、押した。いや、これ与那城打つぞ、これ。これは止まんないかな、これ。親げんだもん。あー、これで初がない。初は大園の上がり牌。面本初、あ、失礼しました。面本一通、イーペーコ。1万2000点の上がりです。うん、今8000点しか超えないですけど、ね。これは直した方がいいよね。はい、面本一通、イーペーコだから。6本折れなので、羽根番ですね。羽根番です。はい。1万2000は1万3500点の上がりです。1500点渡してたんで、はい、4000点で。はい、今訂正されました。さあ、羽根満を上がった大園の親番。いやー、幼いさんもうまく打ったんですけどね。そうですね。すごいなー。はい、役配の難をポンせずに、見事面前でドラさんのリーチを打ちましたが、と難一局は大園の上がりとなってしまいました。さあ、大園大復活ですが、うん、ここからね、調子を戻してくれるといいんですが、うん、今のはちょっと気持ちいいかもしれないね。はい、うん、さあ、大園の親番、ドラがウーピン、手配はどうだ。シーソー、カンコ使い。いや、すごいな、これも、うん、9万から切っていく。何の2曲ですかね、はい、噂の何の2曲でも予言当たってましたもんね。山城のベンチャーさせてもらって、うん、もう押しちゃダメだってね。ブイブイはしてくる。幼い役牌が2組統一。さあ、その役牌を大園が1枚ずつ持っています。
こう松山は何を考えて打ちますか？ラス目ですが、まああんまり焦ることないんじゃないですか、うん、自分が攻める手はちゃんと攻めて、うん、引くときはちゃんと引くっていうふうに思った方がいいと思うんですけどね。まだ親番もありますしね。そうですね、そんなに慌てる必要はないかなって思いますけど、うん、大津もこれは染め手を意識してますか？いやこれ微妙でね、一旦お高手のシャワーを切ってもよかったですね、うんうん、ピン風に渡れるんですよね、ドラがウーピンでしょ、さらに、はい、うん、無理に狙いに行く必要はないだろうと。いやでも見えちゃうんですよね、本質にね、まあだからこうなったらピン、あ、え、これはハーツは残した、これはリアンピンとか切っていいと思うんですよ、こうしたならね、うん、うん、そう、この手配ですね、うん、これも切られるリアンピン、こうなったらスーピンから、ドンから行きましたね、ドラがウーピンですよね。いやこれでもウーピンがドラだから、うん多分ね、2の方がいいと思うんですよね、うん、ウーピンを持ってきた時だけ採用するみたいな、採用しないかもしれないけど、うん、切ってもいいと思うけど、それでもやっぱり手順って大事でね。なるほど、うん、さあ、ウーピンを持ってきましたが、だってこれドラがウーピンでスーピンリャンピンの切り順おかしいじゃないですか。そうですね、普通の手ならドラにくっつく方を持ってるであろうと、うん、怖いからっていうのが伝わるのが嫌なんですよね。あ、なるほど、うん、ちょっと弾力が上がると、例えば女流のトップの選手になると、うん、そういうところまで敏感に反応してくる選手、うん、多いですからね、うん、あ、行きましたね、幼いここで本一に渡っていく、なんかこの光景よく見ますね、うん、幼い大園の染めて合戦て、うん、そうですね、合戦ね、うん、松山はここでイーシャンテン、うん、例えばこういう時もイーピンから切るっていうことですよね、うん、大切なことだと思うんですよ。お、仕掛けた、急走をポンした、急走のポン、ね、思い切りましたね、うん、まあ、これぐらいバラバラだと仕掛けてもいいかなって思うかな、うん、親番でしょ、与那城イーシャンテンからリャンシャンテンに戻していましたね。うん、急走ですか？イーシャンテンですね。はい、4枚目の急走を持ってきました。はい、イーシャンテンです。こちらもイーシャンテンの松山、三ピンを切って目いっぱいに構えます。さあ、幼いはそんな初なかなかったですね。はい、もうちょっと想図を絞りながらって感じです、ね、おお、これはイーソーのくっつき見ませんでしたね。くっつきの枚数が違うからさすがにちょっとこれはダメですね、うん、はい、これ2枚目、これ泣くでしょ、泣かない、もうやめですね、もう受けてますね、完全に。これはテンパらないありますね、うん、まあ、さあ、そうこうしているうちに松山にテンパイが入っています。神さん、まあ、これやっぱり神ちゃんがねちゃんとしてるからっていうのは ね、これ大事なことだと思うんだよな。ドラのウーピンですが、つもぎりました。テンパイ続行。リーチじゃないですか。あ、リーチ、ごめんなさい、間違えた。イーシャンテンですね。ウーピン、はい、ウーピンかな。ドラですけどね。ドラ、うん、今、切られた牌ですね。そうですね、切りやすいですよね。お、さあ、松山、換算満テンパイですが。これは残そう、さすがに。そうですね。いや、さっきのイーソーも残さなきゃダメですね。そうだね。はい、さあ、想像を持ってきた。テンパイ維持。3万は全部山ですね。全部山。はい。さあ、大園はイーシャンテン。真代はもう受けてますね。そうですね、はい、山に全部残っています。はい、積もりました。積もたんやを500銭の上がりです。うん、いいじゃないですか。はい、うん、まあラス目リーチ難しいか、カサマ、うん、まあ松山さんはしないさそうですけどね、まあ、カサマ
リーチして加点する人もいるけど、うん、リーチして失敗することもあるからな、うん、松山は親が想像溢れとるって考えたらリーチせん方がいいし、親も落ちてるとまたね、加点欲しいんですけどね、まだ親もありますからね、まだ親もあるから、まだ安全に行こうって、ね、まず着順1個上げること大事じゃないですか、うん、この着順アップは大事で、その後ね2着を狙いに行けばいいと思うんですよね、うん、さあ、全局500戦をつも上がった松山の親番、うん、何三局良さそうですよね、はい、ドラはイーマン、役配が統一ですね、やっぱ心理ってあって、うん、例えば大園さん今日はあんまり調子が良くなくて、はい、さっき跳ね上がりましたけど、この点数だとちょっと私逃げ切れるのかなってちょっと思ったりするじゃないですか、与那城さん与那城さんで点数たくさん持ってたのに補充しちゃって、うん、あちょっと自重しなきゃなっていうふうに思うでしょ、うん、与那城さんは点数が近いわけだからちょっと補充もできないなって思うとなると、なるほど、攻めやすくないですか、そうですね、そうなると松山の一人旅になることが多そう、まあ、そういう時にだから強いメンタル持ってる選手っていうのは例えば押せたりとかね、うん、すること多いんだけど、うん、今多分言った通りだと思うんだよね、今のメンタルがね、うんうん、お仕掛けた、はい、松山地風のトーンをポンします、内泣き親番でラス目なんでね、うんうん、もう一回親番やらせてって感じですよね、これでも普段仕掛けない分、うん、これって効果的で、怖いですか、相手からすると、うん、あこれポンテンまであるなとか、ドラドラかもなとか、そうそうそう思いますよね、うん、ただラス目だからな、うん、ラス目だから仕掛けたのかなとも見える、まあ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 そうも見えるかもしれないね、うん、だけどやっぱり何かに寄っかかりたいけど、うん、ね人って、うん、寄っかかるとこないじゃないですか、だからちょっとやっぱ疑心暗鬼になっちゃってる部分もあると思うんですよね。大園統一が4組目ですが切っていきました、今の3万切りとか幼いさんの3万切りも大園さんの3万切りも普通じゃないですよ、うん、普通3万切らない方がいいですもん、どちらも2万こちらの手配ですね、切りたいんだよね、幼いさんの3万も、うん、早く切りたい、処理しておきたい、うん、だって大園さんの手だって3万あった方がいいでしょう、そうですね、目いっぱいに構えるんだったら、うん、だって泣いた、さあ幼いハックをポンした、うん、やっぱここの着順の重要性幼いさん分かってますよね、うん、うん、あ大園さんも泣いた、ああ、さあ全員仕掛けていく、これもね、よくありますよね。ダントストップが何もしてなくて、そうですね。下が、しもじもの争いみたいな。なるほど。みんなお互い何点と思ってるでしょうね。そうですね。サネさんだけドラドラなんでいきやすいですけど。大園はチューンをポンしています。珍しい。はい、松山パーマン落ちして、換算像の転配。換算像。にゃん像は1枚切れ。見た目枚数で。うん。シャボン思いましたね。与那城さん、無視だね。いらない牌切りましょう。そうそうそう。うわこれさあ、ペン3ピンの血が入った。この本当はね、まっすぐ打ってれば。うん、わあ、ここも転配。自慢。はい、大相撲も転配です。どこが勝つんでしょうか。さあ、3人転配が入っています。換算相対、イスチマン対。サブローピンですね。サブローピン。はい。誰が勝つか分かんないね。そうですね。誰が勝つか分かんないってことは、与那城さん勝つかもしれないしね。かもしれないです。あ、その他。さあ、その他は大園。うん。はい。旬のみ、300、500のつも上がりです。これはめちゃめちゃ大きいね。そうですね。これ、幼いさん、マンツも足らなくなりましたか、はい、2着キープに一歩近づきました。幼いさんも足りないし、松山さんも跳ね回るので、現実的にも3着取りますよね。さあ、オーラスです。与那城の親番。でもこの親番終わんないかもしれないよね。かもしれないですね。もう、まっすぐストレートに打って、与那城のリーチって言ったら、ね、リーチって言ったらやめるじゃん、みんな。そうですね、誰も迎えないですよね。迎える人はいなさそう。ってことは、与那城さん全部攻めた方がいいわけですよね。そうですね。次のメンチはリーチ打った方がいいと思いませんか、打つかもしれないですね。ね、ここでだったら。ここでだったら。確かに。
さあ、オーラス、与那城の親番、ドラはチーマンです。あー、ドラドラだよ。役配。役配と、いつのドラドラ。こいつまで見えるよ。本当ですね。マンズの本一が見える。こいつが4組。メンホンシートじゃん。そうですね。大物手がまた出そうな予感です。まあ、仕掛けてもよしだし、メンホンでもよしみたいな。メンホンじゃなくてもよしだし。そうですね。9600でもかなり大きい。いや、9600ではリーチしませんか。そうですね。わかんないけど。おっと、マンズを引いた。そうそうそう。メンホンまっしぐら。自由やな。いや好きにやればいいと思うんだよね、もうね。好きに打てる状態ですからね。うん、まあでも、こういう状況をね、作ったのも自分ですからね。そうなんですね。そう、すごく大事なことで、偉いと思いますよ。さあ、与那城以外の着順アップの条件は、どうですか？幼いが、ハネマンツモから。うん、3,600。松山さんも3,600。はい、2着アップには3,600が必要。うん、もしくは7等さん7等さんで、そうですね、幼いをまくれて3着になれますね。さあ、与那城が止まったか？与那城3万を3万あ、3万じゃない。3万を、ペン3万で地、うん。どっちでもいいやつですね、これね。泣いても泣かなくても。うん、泣いたら、泣いたで正解のような気もするし。うん、まあ、好きなようにやればいいと。そうですね。うん、自由ですよね。さあ、ピンズの本一に向かいかけていった松山。ブレーキですね。そちらは仕掛けですからね。これもちょっと今日座順が悪いよね。そうですね。やりづらさが。これね、松山さん厳しいですね。4着目でちょっと前に出たい。うん、またも引いたのはマンズ。切りにくいよね、マンズね。切りにくいですね、もう。私、マンズですよって言ってますもんね。言ってるね。お、いい3点。さあ、チュンがあんこになった大園。ちゃんと上がりますね。うん、うわぁ。トーンは2枚枯れになりました。あ、すいません、3枚枯れでしたね。トーン流れたんだよね、仕掛けで。なるほど。うん、タチュン、うん、さあ、松山苦しそう。あの、この一曲だけに限り大園さんリーチあるんですよね。この一曲に限りですか？この一曲に限り、だってやめてくれますからね、リーチに。なるほど。あの、与那城さんはね、うん、だからこのリーチっていうならこの一曲で終わらせようってなるんで、うん、リーチを出す手はありますけどね。ああ、仕掛けました。取っちゃった。はい、パーピンを注意して、観覧像の転廃。チュンちゃんた、うん、うわー、リャン像が流れた。面前で転廃っていた大園。何、カンパーピンだったの？カンパーピンですね。カンパーピンリーチあったね、これ。2枚枯れのところですが、リーチはありましたね。あれ、そうですよね、リャン像ね、うん、切ってくれそうな。でも松山さんちゃんと受けちゃいそうな気もするな。そうですね。そんなことやってる間にできちゃったみたいな。さあ、リャンゾーは残り山に1枚。1枚しかいないの？はい。うわ、かわいそう。なんだろう、なんで押さないさんの、あれ、すごい、うん、なんでリャンピン切ったんかなと思ってた。それはね、怖い数万、うん、ポンですか？数万のポンが入ります。うん、まあ見せますか、余らせて。ペイを切りました。ここでいいシャンテン。裏も見せてもありますよね。そうですね。まずもうやめてねって、うん、ストップしなさいよって。うん、怖い、怖い、果敢に立ち向かう大園。チーしない、したら打っちゃうから、しないんじゃない、打っちゃう。何も切れない。うわ、来た。うまくいった。9万だ。そうですね。広くなりましたね。9万を切って。ペインマンでもいいんだよね。そうなんですよね。うん。ペインマンの形よりは、ね。あ、もうこれはいけないから。うん。マンズが余ってしまった幼い。いや、そうかな。補充で終わり。ローソウ、ウーソウといければ助かりますね。うん。レアンソウ、補充すると。ちょっと見えてますか？レアンソウ、補充すると着順どうなるか。うわ、チーだ、これ。あ、チー、あ、じゃあ嘘だ、あ、嘘でした。
すいません。打てないんじゃない？打てないか。そうですね。9万が手から出てきたので、打てないか。苦しいかもしれない。さあ、どうする。リアンスいいと思ってるんでしょうね、本人は。やめるか。やめよう。やめていいと思いますよ。ただやめ方ね、やめるなら。何を切ってやめるか。まあ普通は一層酸素だと思いますけど、ね。復活ありますからね。うわ、押しました。おい。うほい。でも松山さん、これでパーマ合わせるような人じゃないから、ね。そうですね。もう、想像かウーピンか。全順にウーピンを切っています。はい。さあ、観念像天杯の大園。まだ残り山に1枚いますね。そうだよね。まあ、偉いな。偉い。やっぱ打ちたくないんだね。さあ、押さない、打っちゃうかな、これ。どうだ。まあ、連想切るなら、ウーソー切りますよね。そうですね。偉いですしね。切るものは松山、いいピンが切れますかね。丁寧ですね、うん、これで嘘を忘れますね。チュンはションパイですね、うん、これで押さないもバックか。ハツは切れる。ハツは切れま す, です、ね、うん、さあ松山何を切る。なんもションパイ、うん、ピンズしか選べないですね。もうテンパるか、うん、あとはテンパるかテンパらないかかな。断層で、あと1枚ありますか。はい、ですね。あ、これさあ、イースを持ってきた。町を変えることもできます。決めといた方が良かったですね。まあ、インマンが 2枚いないんだよね、目に見えて。つもぎりでした。観念像続行です。松山、うん、フィルムない。あ、パーマ合わせた。パーマ合わせた。うわ、フィルムなくなっちゃった。野城が転廃してたと思ったかもしれないですね。あ、そうね。転廃ならもう上がってるでしょって。もしくは、続けてくれないと。なるほど。なるほど。アシスト。もう一曲やってね。怖いけど。ラス目抜けれませんよ、ですね。確かにそれすごいですね。その考え必要ですよね。さあ、イースーマンの手。あ、ヤンゾーは、大園の上がり、はい。履いて、はい、チュンちゃんと、はい、あ、ごめんなさい。1個前だね。はい、チュンちゃんと2000点の上がりです。松山はそうですね、与那城に、ね、脳天だったら、泣いてもらっても、一曲やってもらっても。もう一曲やってもらって、チャンスをくださいっていう。なるほどね。なるほど。まあ、でも。いやそれをして、もらわないですよね。運は、背負るとか、四千とかありますからね。運上がりに行って、うん、幼いさんに飛び込むっていうこともあるんですよね。うん、難しいですけど。大園が歯を食いしばった結果、自力で上がりきって2着を勝ち取りましたね。うんうん、どうでした。面白かったですね。面白かったですね、確かに。リーチ打ってほしかったですね。リーチ。そればっかりだ。サブロッキューピンのお話ですか。はい。今度はリーチを打つように。リーチ打ったら YouTube 行ったのにって。なるほど、うん、釣り方が釣り方がすごいですね。俺リーチ打ってね、3倍回したらかっこいいですね。かっこいいですね。 YouTube できますね。いるよね、うん、そうそうそう。さあ、4回戦の結果はトップから与那城、大園、幼い、松山の結果で終わりました。いやー、与那城強かったですね。ね、これで首位ですよ。はい、首位。トータルポイントで首位になったと。並びも良かったんですよね。大園さんが2着になったってこともあって。なるほど。うん、そうですね。はい。あ、帰ってきましたか。じゃあ、皆さん帰ってきたんで、はい。はい。引き継ぎます。はい。皆さん、お疲れ様でした。お疲れ様でーす。バイバーイ。バイバーイ。バタバタ。じゃあ SSC からいきますか。
はい、というわけで選手の皆さんのインタビューに移りたいと思います。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いや与那城台風に巻き込まれて大変な半ちゃんでしたが、最後はパーマンはあれですか、連チャンさせ、そうですね、パーマン通った後に、はい、ずっとそうですね、あのリアンゾーもずっと止めてたんで、安牌中安牌もなくて、うんうんうん、っていうのと、もう当たりは多分せんだろう、もう一曲やらせてください、ね、はいはいはい、そうですよね。なるほど。まあちょっと痛いラスですが、まだプラスですね。ちょっと待ってください。今と、全然もうよく頑張ったよ。成績をちょっと見たいと思いますんで。すごく丁寧な団体成績。苦しかったね、ずっと。苦しかったね。SSC 東海がプラス 27.7 でね、はい、3位ですけど、まあ1位のジャンサーがまだ50ポイントなんで、はい、もう団子と言っていいでしょう。はい。はいはい、なので、また第3節以降もね、頑張っていただきたいと思いますし。はい、よろしく、はい、固いまちゃん。すっかりそのイメージがつきましたよね。なんかもうちょっとあれでもいいかもしれませんね。あ、ちょっとなんかいろいろやれるようにしたいと思います。これだけじゃなくて。はいはい、はい、わかりました。では、最後に告知の方も一回だけお願いいたします。はい、最後告知担当は相川氏で、はい、SSC 東海からの告知です。来月12月9日日曜日に東海のクラシックプロアマリーグ第6節をここひまわりさんにて正午より行います。ゲストプロとして伊藤誠一プロ、水巻渡プロを招待しておりますので、皆様ぜひトッププロとクラシックルールを打てる貴重な機会ですので、ぜひぜひエントリーの方お願いします。エントリーはツイッターと東海支部のツイッターアカウントや我々に直接言っていただければエントリー可能ですので、よろしくお願いいたします。と来年のお話ですが、2月2日に最高位戦のとプロテスト名古屋会場を行います。とエントリーは公式ホームページの方から行いますので、ぜひ皆さん私たちと一緒に競技ルールを打ちましょう。ともう一つ最後のお知らせです。今週末11月の24日土曜日、25日日曜日に関西王者決定戦という配信対局をジャンサク TV の方からお送りいたします。24日の実況として私相川真理恵、25日の解説として我々のチーム監督である鈴木優プロから解説の方をお願いしておりますので、そちらの方も皆様ぜひご覧ください。はい、あ、なんかね、はい、クラシックプロアマの参加費のこと聞かれてるんですけど、はい、4000円です。4000円、はい、そうで、ちょっと私参加できないんですけど、はい、相川氏ができるかもしれないので、はい、この課の方に出ます、はい、よかったら。まあ、1日ね、勉強とかと楽しめて4000だったら、まあ、そうですね、そんなに、ね、4本ちゃん打てるので、はい、クラシックルールを打てる機会もそうそうないので、うん、はい、よかったらぜひ、はい、ぜひよろしくお願いいたしま す、はい、します。では、第3節もよろしくお願いします。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、続きまして、麻雀広場チームお願いいたします。あ、映ってないよ。どうぞ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。すみません、ちょっとすぐ来ると思います。あ、まあ、はい、大丈夫です。はい、おさやさんとかも台風に巻き込まれすいません。いやでも親で、はい、ほらドラドロピン統一なんしなく見送ってね、あれはでも泣くべきとは森下君に怒られましたね。ああ、まあ結果高い電波になったけど、はい、本当なら仕掛けていった方がいいんじゃないかっていう、はいはい、なんで泣かなかったんですか。まあ、正直、うん、まあ、そのトンパツかトンバからちょっと、うん、私やっちゃったなと思ったのがやっぱあったので、はい、まあ、これ一泣きしてもって思ってちょっと我慢したんで様子見たんですけど、うん、まあ、二泣きはしようとは決めてたんですけども、
まさかああいう形になるとは思わなかったです。チャンス結構ありましたもんね、あの役割が3組統一の方ですとか。あ、ありましたね、あのウピンで補充しちゃったのもちょっと心残りですけど、うん、ちょっと長考しちゃったし、うん、反省点はありますけど、でも攻めるのはきっちり攻めれたんで、はい。チームが、現状2位です、はい、33.3 と、はい、3が並びました。ちなみに後藤さん個人首位でございます、西日本。ありがとうございます、ね、嬉しいです、ね、どちらも上位に勝ち上がれるように担保ごとも頑張ってください。はい、はい、それでは、はい、最後にお知らせもう一回だけお願いいたします。はい、はい、マダ広場は三重県四日市市新庄にございます。駐車場も30台完備しておりますので、お車でお越しの方もお越しいただきやすいので、ぜひ遊びに来てください。はい、そして、毎月高橋由紀プロゲストライター来ていただいております。次は、24日土曜日12時からとなっております。はい、そして、今週ですね、22、23出勤させていただきます。今日の話いろいろしましょう、お願いします。はい、ありがとうございました。では、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、今週、来週と25、26といますので、皆様ぜひご来店お待ちしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では、第3節もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、では、ひまわり、ひまわりさん、お願いします。お疲れ様でした。あの台風の中、よくしのぎました、はいね。はい、帰って反省します。いや、パーマンでもよく押しましたね。結構もうすごい悩んで。結構当たった地獄行きみたいな感じですか。そうなんですよね。でもどっかでは勝負しなきゃいけないって思ってて、で、まあ、雀荘めちゃめちゃ絶対いるじゃないですか。でもまあ、脇からは出るかどうかって言われたら、まあ。一枚ずつ持ってたんでね。まあ、だから大園さんの押し気配見て、まあ、打っちゃったらそこで終わりじゃないですか、3着、4着。でも8000打ってもまだ2着ですよね。うん、あ、じゃなくて大園さんに上がられると半ちゃんが終わっちゃうからっていうことですね。そうですね。いやでも明本がね、はい、ミンチないそうだった。え、でもあれ位置かかって、ね、そうですよね。位置かかってどうすんだろうって、あそこもね。そうですね。あれも、ま、マンズ引いてきて街分かんなかったらどうしようとか思いましたけど。引いたやつが必ず街になるのが、先輩行けるので。そう、ドキドキしてました。まあちょっとチームはね、まだあのマイナス借金が多い 111.7 なんですけど、はい、ま、巻き返し期待しますので、はい、頑張ってください。頑張ります。はい、じゃ最後にお知らせお願いします。はい、ひまわりは、女性スタッフ多く在籍しているアットホームな雀荘です。計算なしを採用しているので、フリー初めての方でも安心して打っていただけます。また、女性割引も充実しており、女性お一人様でも入りやすい明るい店内となっておりますので、ぜひお気軽にご来店ください。また、12月15日にいただきカップを開催します。いただきカップとは、ひまわりで行われる大会で、優勝と準優勝の方には、ジャンソクカップの出場権がゲットできます。今までひまわりへのご来店がなかった方でももちろん参加できますので、皆様ご来店お待ちしております。お待ちしております。はい、お疲れ様でございました。また来月もよろしくお願いします。では最後、ジャンサクチームです。ジャンサクチームっていうか一人しかいないですけどね。最後めっちゃ元気ですね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。スキップしながら入ってきましたけど。よかったー。やりましたね。やりました。チームが首位になっちゃいましたよ。首位になっちゃった。最下位から首位ですよ。そうなんですよ。なんか今日朝言ってた通りになりましたね。いや、そんな飛び越えちゃったでしょ。いや、もうそういう予定。ユナシロさんもね、だいぶプラスする予定だったんでね。そうなんです。いや。エンチンは森あの望月くんはリーチだっつって。あ、リーチですか。3倍マンじゃん。そうなんですよね。10本そう積もって9ピン積もれば3倍マンなんですよ。まあ、そうで、ちょっとテンション上がっちゃったけど、リーチですか。いや、まあ、わかんないですね。リーチ来ましたしね。ついでにみたいな。まあ、確かに。でもその前の、はい、その爆発きっかけになったのが、ほら、法廷でチーソー押したやつあるじゃないですか。ああ、ありましたね、はい。もうあれも安牌がとりあえずもうないし、転牌したんだったら
もう絶対押そうっては決めてたんですけど、ね、あれです。いやめちゃめちゃラッキーでした。あれはあれが繋がったわけですもんね。そうですね、そうで最後も一応なんかこの着順で終わりたくて、うん、あのひまわりさんが2着の分には全然 OK だったんですよ、うん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 、でまああの人読みみたいにはなっちゃうけど、はい、一応は相手の1、2、3から仕掛けたんですけど、うん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 、ちょっとどうかなって後で聞こうと思って。ああなるほど。まあゆきえちゃん SSC が、まあ、絞ってくれたら、はい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 、そうこの着順のままで私があのひまわりさんに補充する分には全然 OK だったんで。これじゃあもし流局したらどうするつもりだったんですか。開けます。あ、やっぱ開けるな。うん、もちろんね、点稼ぐ時だから。そう、ただちょっとチーマンはもう本当に髪の見物感がありましたよね。あれ一本満ちしてなるほどね。そうなんでそういう一応意図はあったんですけど、うん、まあでもやっぱり絞ってくれたんでそれ、はいはいはい、まあちょっと上がりたかったですけど、あれもいや嬉しい。嬉しいです。ありがとうございます。個人はまだ、まあ、そこまでプラスではないと思うんですけど、そうですね、個人の方は、一応与那城さん7位でございます。プラス43、はい、個人でもいけそうなんで。ただあの1万2000がちょっとまあ思ったより高かったな。ああ名本で、あそう、あ、まあ、8000だと思っちゃったんですけどいやあれしっかりしてくださいすいません、はい、あれなんですかね、一応親の安泰だけは抱えておこうと思って、もう途中から初とリャンピン、まあ、3枚あれば全然いけるかなって思っていったんですけど、まあ、ちょうどいいタイミングでね、あの初が安泰にそうね、ビーチがかかってあこれ打ちそうだなみたいな話してたんですけどね、はい、まあでも最高の第2節になったんじゃないですか。いやよかったです、ね、本当に、はい、この調子で、ね、第3節以降もよろしくお願いいたします、はい、いい報告ができそうです、はい、ゆきさんにも。では最後にジャンサクの口をさらっと言いましょうか。ジャンサクの、はい、ジャンソー検索ならジャンサク。ありがとうございましたはい、というわけで、西日本リーグ名古屋第2節の、配信は以上となります。明日は、同じく13時より、大阪1組の、配信をお届けします。そちらもぜひ、お楽しみに、今日本日はこの辺りで失礼します。ごきげんよう、さよなら。